わけで本日はこちら明日から行われるカルビースプラトゥーン3コラボフェスに備えてじゃないな、験担ぎとしてカルビを今回のお題となっているポテトチップス5袋を食べたいと思います。なんかコンソメパンチだけダブル、通常版ダブル版、そしてスプラ3コラボイカスミ版と3種類あるんですけど、なんでなのかな、それだけ人気があるってこと、かそれともちょっと他2つに比べると人気が劣るから手こ入れで3種類出してるっていうのはコンソメパンチ好きの人に失礼なのかな。まあとりあえずそのイカスミ色のイカしたこうナイスな美味しさコンソメパンチから食べていきましょう。本当にイカスミ色になってるのかな。どうやら真っ黒というわけではないみたいですね。確かに黒みはかかってますけど、でも美味しそうですね。ではいただきます。ポテトチップスって久しぶりに食べるけど、パリパリという心地よい音が相変わらず口の中に響いてきていいね。もっともっと食べれば食べるほど食べなくなっちゃう。もちろん食べ過ぎ注意なんです。昔は夕食後にポテチ一袋開けるとか当たり前のようにやってたから、まあ、今それやるとさすがに結構きついんですけど、パリパリいい音を聞かせてくれて本当にいいです。もっといろんな味のポテチも食べたいけど、時には定番に立ち返って安心するっていうのもいいですね。さてフェスも頑張らないと。今回どのチームで参戦するのか、どの味が一番好みだったかはこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べたイカスミ色のコンソメパンチは確かにイカスミのコクが入っていて、ただのコンソメパンチとはまた違った美味しさがあるのですが、一方でそのコンソメパンチが薄れているような気もしたので、ナイスな美味しさ生かしているとまでいくかどうかと言われると少し微妙な感じですね。でそのコンソメパンチなんですけど、まあ、ほんのり刺激はあるもののかなりシンプルにまとめられていて、あっさりとした刺激を求めているのであれば一番いいかなと思いました。これがダブルになると、なんかコンビニ限定って書いてあるね、コンビニでしか売ってない、ダブルになった場合刺激は、いや味は強くなるので、より強くコンソメを感じたいという場合はこちらのダブルパンチが一番おすすめですね。ただその分他のダブルカロリーが少々高いというのも、いやカロリーが少々高いのは量が多いからかな、どうなんだ、79に対して66と、カロリーが高いから量が多いからカロリーも高いのか、どうなんだろう。まコンソメを、コンソメがお好きなのであればこのダブルパンチが自分は一番おすすめで、海苔塩、海苔の味、海苔の風味がほんのり香ってくるもの、基本的に薄塩とあまり変わらないような気がしましたね。もちろん美味しいんですけど、もうちょっと海苔の香りが強くてもいいのかなと自分は食べていて思いました。で最後にその薄塩がきます。あっさりパリパリとした音と味わいが口の中でスッと聞こえて、強烈なパンチが来るわけではないんですけど、どこか安心できる心安らぐ美味しさになっているなと改めて思いました。もう昔からポテトチップスというと自分は薄塩が多くて、もう今まで食べてきた全てのポテトチップスを100とするならそのうちの90ぐらいは薄塩なんですよね。なので今回も薄塩を代表として5点とさせていただきます。強烈なパンチはないけど
あれどこが心安らぐ美味しさがあるのがいいんですよね。で、もしもうお察しかもしれませんが、今回のスプラ3フェス、私は薄塩チームで参戦します。と言ってもちょっと仕事のシフトの噛み合わせが悪いことになっていて、あまり参加できないかもしれないんですけど、まあやれる範囲でやれるだけのことをやっていきますので、あなたと一緒のチームで勝利を目指せたり、あるいは相手チームとして戦うことになったとしてもやっていけたらいいなと思っています。というわけで今回のはカルビーの生かしたポテトチップス5種を食べてみた動画でしたが、あなたは何が気になりました？コメントで教えていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。